松平忠司教は、伊勢久名藩の地藩寺、明治時代の官僚、家族、佐田綱京九将松平家十四代、安政四年四月二十三日、藩主、松平貞道の長男として誕生した。安政六年に、父が死去した時には三歳の幼少であり、また、彰福の諸子であったため、家督は、貞道の子養子となった定秋が継ぎ、提は、 貞明の養子となった。慶応四年の戸場伏見の戦いで、貞明が前将軍、徳川吉信に従ったため、桑名藩は新政府と敵対することとなるが、在国していた、提供は過労ら過信の擁立もあり、貞明に従わず、1月23日には新政府に降伏して、撤去を命じられた。1月28日には桑名城を無血開城し、 終わり藩の管轄下に置かれることとなった。その後、禁親が評価されて10月には、桑名城に入ることが認められるが、定明がまだ新政府軍に抵抗していたため存続の決定はなされなかった。明治2年5月に、定明が新政府に降伏すると、8月15日になって、従来の11万国から6万国に減放された、上での桑名藩存続を新政府より許され、 提供が家督を継いで地判事となった。財政難で家臣の給与もままならず、地判事の提供でさえ42国ほどの給与であったと、される。明治4年、廃藩地県により、地判事職を免官された。その後、東京に移った。明治5年9月、修学のために横浜への気留願いを提出する。その後、定明と共に横浜市学校。 ブラウン塾でサミュエル・ロビンス・ブラウンに英語を学んだ。明治7年11月にはサダーキと共にアメリカに留学しニュージャージー州のラトガース大学で学んだ。明治11年12月に日本に帰国した後、明治13年3月からは外務省の初期官としてイタリア公使館で働いた。明治17年の家族例で試着となる。明治十一年には 式武官となった。明治32年5月21日に死去した。去年43。家督は、貞明の四男である手晴れが、婿養子となって継いだ。ありがとうございます。